グリーンリー軍はアメリカ合衆国アリゾナ州の南東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は8437人である。アリゾナ州で最も人口の少ない軍である。軍長所在地はクリフトンである。グリーンリー軍は1909年に創設され、クリフトン地域の初期開拓者だったメイソン・グリーンリーにちなんで名付けられた。 アリゾナ州では14番目の軍であり、グレアム軍から分割して作られたが、グレアム軍はかなりの歳入が失われることになるので、グリーンリー軍の新設に反対していた。軍創設以来クリフトンが一貫して、軍庁所在地である。グリーンリー軍は昔から民主党支持の軍である。アメリカ合衆国議会下院選挙では、アリゾナ州第一選挙区に属し、クック投票動向指数では、 共和党プラス6であり、現在の議員は共和党のポール・ゴーザーである。アリゾナ衆議会会員では共和党と民主党の各一人の議員が議席を務めている。アリゾナ衆議会上院では共和党議員が務めている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は1848.42平方マイルであり、このうち陸地は1 8 4 7 0零。 平方マイル、水域は1.42平方マイルで、水域率は0.08%である。クリフトン駅、現在は商工会議所になっている以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。グリーンリーグの法人化地域と未編入領域、ありがとうございます。